おはようございます。では、メルコホールディングス2017年3月期の第2四半期のご報告をさせていただきます。今日の内容につきましては、この第2四半期の概要、それでどういった取り組みをしたか、そして、この通期の見通し、また最後にはメルコグループ全体の、ご報告を簡単にさせていただきたいと思います。まず、第2四半期の状況なんですけれども、後ほど細かな数字はご覧いただきますけれども、ポイントとしましては、周辺機器事業は減収になっていますけれども、増益という形になっています。これも後ほど触れますけれども、対計画においても、売上は届かず、ただし、利益は上回ったという状況になります。いろいろな要因があるんですけれども、後ほど詳しく触れますけれども、周辺機器のカテゴリーの中で、台数については伸びたカテゴリーも半分ぐらいございます。で、台数そのものが減ったカテゴリーも約半分ぐらいあると。そういった意味では、ここに書いてございます通りで、価格競争の結果ということがありまして、単価下落という部分がいろんなカテゴリーのところで影響を及ぼしているというのが1点です。で、一方で、ここに書いてございます通り、円高というのが我々にとっては利益についてのアドバンテージとなっていると。簡単に、概況を申し上げますと、昨年2015年の4月から6月の私どもの、為替の決済した平均レートというのは121円でございました。で、一方で、この、2016年4月から9月までの平均の、実行レートといいますのは105円でございます。そういった意味では、原価ベースでドル建て調達の非常に多い私どもにとって、この121円と105円の差というのはやはり大きい、ということになります。また、対計画につきましても、私どもはこの、2017年3月期の計画を120円で計画を立てております。ですから、これも120円と実際の105円ということで、やはり円高のメリットは私どもにとっては追い風となったということが言えると思います。また一方で、いろんなカテゴリーの中でサービス事業がございます。これは私どもの子会社でバッファロー IT ソリューションズというところが行っているサービスの事業なんですが、ここにつきましては新しい事業展開を進めてはおりましたけれども、従来の事業に関して非常に件数が伸び悩んだというよりは少なくなったということで、既存の事業の売り上げを補いきれずということで、サービス事業については売上も減少いたしましたし、利益も減少したという状況です。で、これも後ほど詳しく申しますが、アパート Wi-Fi の売上が前年同期比 300% 増となったかというふうにことですが、この 300% というのは一見多いようですけれども、実は計画には満たすということで、私どもが今期、このアパート Wi-Fi 事業の売上拡大において、サービス事業の既存の部分を補うという計画については、残念ながら達成できなかったということになります。また、海外事業につきましては、海外の売上高比率、非常に少ない状況になってまいりました。しかし、決算短信の最終ページで、いわゆる地域セグメント別の損益をご覧になっていただきますと、わずかではありますけれども、海外全体の損益、利益というのは、ようやく黒点にできたということが、トピックスとなろうかと思います。では、第2四半期連結決算の PL でございます。先ほど申しましたとおり、周辺機器事業の売上減、これで減収、営業利益については、原価低減、これは特に円高の効果によるんですけれども、増益をしたと。売上高につきましては、対前年比で 8.0% 減収ということになります。中間期としましては、この358億円というのは、2期ぶりの減収となります。一方、営業利益は26億ということで、前期比約 40% 弱の増益、経常利益は33億円で前期比 44%、四半期純利益は24億で前期比 55.8% 増という形になっております。で、これも、
今日のご説明の中です、後半に2017年3月期の通期についての、ご報告もさせていただくんですけれども、あらかじめここでも初めに申し上げておきますと、単身をご覧になってもお分かりになるとおり、私ども、2017年3月期の通期の業績予想は変更をしておりません。そういったことですので、今年の春、この場でご報告させていただいた通期の業績の内容と見込み、また考え方については、ほぼ共通のものになろうと思います。では事業別でどうだったかということです。周辺機器につきましては、先ほど冒頭に申しましたとおり、344億円の売上ということで、前期比 7.4% 減、金額にして28億円の減収、これが一番インパクトとしては大きい形になります。サービス業も前期11億から7億へ減収、5億円の減収ということになっております。トータル先ほど申しましたとおり358億円、前期比マイナス 8%、金額にして31億減収ということになります。では事業別の連結損益はどうかということになりますと、ここは周辺機器としましては前期より7億円の増額となっておりまして、増減率としましてはプラスの約 55% ということで、利益面ではなんとか堅調に推移したと。ただし、これも後ほどフォルチャート等でご報告いたしますけれども、この増益部分というのは円高に負うところが多いと。そういった意味では私どもの実力として大きくこれまでの計画であるとか前期比を上回ったかということに関しては、ほぼ思惑通りということで、このプラス部分というのはどちらかというと外的要因に負うところが多いというのが正直なところでございます。一方サービス事業については、前期2億円あった営業利益についてはほぼイーブン、マイナス2億円です。金融に関しましては1億円ほど伸びておりますけれども、大きな変化ではございません。ではカテゴリー別の売上高をどういうふうに見ているかといいますと、増収部分としては7億、減収としては38億という形になります。前期389億から、ネットワーク、また金融事業がプラス、NAS、メモリーストレージサービス、その他についてはマイナス、そして、出来上がり358億円という形になります。これも、単身の確か2ページ、3ページ目ぐらいに製品カテゴリー別の表があるんですけれども、そこで周辺機器事業の各カテゴリーにおいて、売上を伸ばしているのはネットワークのみ、その他のカテゴリーについてはすべて売上は減らしているという状況になります。ただ、ここでメンションさせていただきたいのは、このカテゴリーの中でも、台数ということになりますと、ネットワーク、ストレージ、フラッシュメモリー、この3カテゴリーにおいては台数は前期比以上に、なっています。台数としても、減少したのは、メモリーとサプライとナスということになります。全体の台数というのはそれなりの台数をこなしたというのがこの半年間の状況でございます。で、減収部分についてはそういったところの要点が多いということになります。では地域別はどうだったかということですが、この358億円の売上のうち、内訳で日本が334、北米中南米11、欧州9、アジアオセアニア4ということで、全地域において前年比売上を落としております。これ同じことを繰り返しますけれども、日本においては特に周辺機器事業の販売競争の激化による単価下落、この影響が非常に大きいということになります。で、法人向け分線LAN、こういったもので取り組んで増収を図っておりまして、そのストレージ、失礼、ネットワークについてはそういったことは功を奏しているんですけれども、他のカテゴリーについては残念ながら減収要因にしかなり得なかったということになります。で、海外についてはこの数年間、構造改革を取り組んでまいりまして、まずは、売上は稼げるんだけれども利益は全くついてこない、いわゆる外付けストレージ、外付けハードディスクの売上は意図的に急ブレーキを踏み続けて今日に至っております。で、実際の商材としましては NAS およびネットワークで、かつチャンネルについてもコンシューマーリッチであったものを法人にシフトする、こういった構造改革で営業人員の入れ替え等を各反社、海外反社で行いまして、それがようやく落ち着いてきたということになります。
まあ、これが先ほどメンションさせていただいてきました通り、決算短信の最終ページにある損益の海外の帳尻にヒットしていると。で、ヨーロッパ、またアジア、オセアニアにおいても、まだこの半年、赤字は続いておりますけれども、実はこれは対計画でいきますと、非常に大きく赤字幅を圧縮しております。まあ、当然のことながら、対前年を比較しましても、海外の各半社の赤字幅は大きく圧縮できているということになります。で、まあ、連結の BS なんですけれども、まあ、この財務諸表についてはいつもこの説明側においてあまり詳しくは申し上げていないんですが、この四半期、第二四半期末のバランスシートに関しましては、従前と数点、数字があれと思うようなところが出てまいっております。まあ、これについて一応、かいつまんで報告をさせていただきます。まず、まあ、全体の財務体質というのは依然として非常に、いい形で推移しているんですが、投資その他の資産のところで25億円弱、残高が増えております。この25億円弱の増加につきましては、この春に発表させていただきました、東京恵比寿にございます島田屋株式会社の株式 22% ほどを取得した、この金額がほぼここに一致いたします。そして、もう一点はこの純資産合計のところでプラスマイナスが入ってしまうんですけれども、お手元の決算短信のバランスシートの純資産の棒をご覧になっていただきますと、自己株の残高が約これも30億円ほど増えているということになりまして、ここの変化が大きな変化になります。この2点がバランスシートにおける顕著な変化になります。自己株につきましては、すでにご案内のとおり、昨年の12月に300万株の自己株取得を発表させていただき、それはこの春に取得を完了いたしました。そしてさらに、今年の7月に、改めて300万株の自己株、取得の開示をさせていただきまして、現在、市場から買い付けを進めている状況でございます。では、この重点取り組みについて、かいつまんでご報告を申します。後ほど詳しくそれぞれ参りますので、ここではその場、表題のみで、進みますけれども、1点としてましては、高付加価値製品の投入。2点目は法人向け製品の投入で収益強化の活動の継続と、まあ、こういった内容になります。それぞれ内容がどういうことかといいますと、まず高付加価値製品の投入というのをネットワーク、またサプライ、ナス、ストレージ、それぞれの分野において新製品の投入を今期行っております。私どもの製品のリリースをウォッチしていただいている方であればお気づきかもしれませんけれども、実は前期、前々期、私どもの特にバッファロー周辺機器ので新製品投入というのはちょっと速度が遅かったということが言えます。まあ、そこを十分反省をいたしまして、開発投資も積極的に進め、新しい製品を今まで従来のように数多く出していくという考え方で、この上期にこういった製品を投入をいたしました。それを踏まえて、各周辺機器のカテゴリーにおいては、依然として大多数の製品においてトップシェアをキープさせていただいております。次に法人向けです。これも私どもバッファローのブランドはどちらかというとコンシューマーリッチのブランドであるということはご認識のとおりなんですけれども、法人の運営と増やすということをこの数年間取り組んでまいりまして、この法人向けの製品についても新しいものを投入し始めております。まあ、一つの例としましては監視カメラ市場、こういったいわゆるそのウェブカメラとかいうサプライ系のカメラというのはこれまでも上市はしておったんですけれども、我々が今回上市しておりますのは、法人向けに使っていただける監視カメラ、また、これも法人向けを意識しているんですけれども、ハードディスクドライブが単に記憶をするだけではないという、そのハードディスクドライブの中に、まあ、買い替えであるとかそういったそのシグナルが分かるような、機能を備え付けたものというものを投入をいたしております。で、収益力強化の活動なんですけれども、まあ、ここは先ほど申しました通り、バッファロー IT ソリューションズの事業になるんですけれども、
これまで主力としていたキャリアさんのが、まあ、配布したりまた完売するワイヤレス LAN の居宅でのセットアップサービス、まあ、こういったものが主軸になったんですが、これはもう伸び悩みというよりももう完全に減少しております。その繰り上げを減のカバーをするべくアパート Wi-Fi の取り組みを始めておるんですけれども、先ほど申しましたとおり 300% 増とは言っておりますが、計画には全く未達。これにつきましてはなかなか大きな投網で刈り取るというのは難しい事業でございまして、やはり1棟2棟を持っておられる本当に個人の大家さん、こういった方々への売り込みというのが必要になってまいりまして、まあここについては積極的にそういった営業活動を行う人員を補強して、さらに目標達成に向けて努力をしていきたいというふうに考えております。またいわゆる、テンポラリーで使っていただくような機器、まあ、これを、ね、簡便に、レンタルベースで、ご提供すると、こういったサービスも始めました。第2四半期の営業利益、まあ、ここはこの今までのこの10分ほどのところで何度も繰り返しておりますけれども、主に円高による利益増というのがやはり大きいですと。これはまあ、 あくまで対前年の121円と今期の105円を比較して単純に、まあ、計算すると大体これぐらいになるでしょうと。ただ当然この円高での原価安部分がすべて私どもの利益になるわけではなく、まあ、ご承知のとおり私どもは原価が安くなればそれに売価に反映させて、まあ、少しでも安くお客様に提供するということを並行していきますので、こういった原価低減部分については売上増加のために使うというようなことで進めております。まあ、とはいえども先ほど申し上げましている通り円高による利益増の要因が非常に大きいと、まあ、あと細かなことになりますが販管費また海外事業の業績改善ができたということでさっき18億から今期26億に戻すことができているということになります。一応営業利益、経常利益、当期純利益につきましては、中間期としましては3期連続の増益になります。では、17年3月期の業績見通しですが、これも先ほど申しましたとおりで、通期の業績予想を変えておりませんので、これからお話しさせていただく部分については、まあ簡単におさらいという形で述べさせていただきます。まず、この17年3月期の年間業績については、ここで周辺機器事業の拡大を軸としてと書いてあって、この中間期については周辺機器事業が減収なんで、これ非常に言いづらいところであるんですけれども、まあ私どもの場合、どちらかというと、上期よりも下期の方が特に周辺機器の売り上げが伸びる時期になりますので、まあ、ここは下期になんとか挽回したいというふうに考えています。でまあ、営業利益につきましては、高付加価値製品の投入と、アパート Wi-Fi などのサービスの拡大で収益増を目指すということになります。で、ここでもう一つ加えさせていきますと、加えさせていただきますと、通期予想の830億に対して、この中間期の358億というのは、進捗率にすると 43%、つまり、残念ながら、まあ半分に届いていないということになります。ただ一方、営業利益、経常利益、当期純利益につきましては、この通期の予想に対して進捗率はほぼこの3項目とも7割以上の進捗率になります。そうすると逆算すると、下期はもう10億程度しか利益が出ないんかということになりますが、ここについては、まあ、この下期10億ということは多分ないんですけれども、一応私どもが基礎から考えていることについては、先ほど例えばアパート Wi-Fi の営業活動の強化というふうに申し上げたとおり、この下期にかけては、来期以降の売上利益に大きく貢献するような投資をコスト面でも行っていきたいと、まあ、例えば今のアパート Wi-Fi ということを触れますと、人員増という、まあ、経費アップ、まあ、こういったところで営業利益の圧縮ということが進みますし、また他の開発等についても、人員の強化でありますとか、いろいろ取り組みをすることによって、この下期の利益についてはそんなに大きな伸びはないというふうに予測はしておりますが、来期以降にそれを活用していきたいというふうに思っています。ここはもう、この春にお話したとおりでございます。売上高は、前期よりはまあ30億程度増やしたいと。
営業利益についても、一応減益予想はしておりますけれども、まあ、とりあえず進捗はそれぞれ 70% ほどすでに上げているということになります。事業別損益につきましても、周辺機器、サービス、金融、それぞれに増益を考えております。まあ、今の状況でいきますと、この下にかけてのサービス事業での増益という部分については、ちょっとハードルは高いなというのが正直なところではありますが、繰り返しますけれども、人員増も含めて、下期に挽回をしていきたいというふうに考えています。これも同じことになります。800億から830億にかけては、メモリーストレージの減収を他の事業で賄うと。まあ、一応、ネットワーク、フラッシュ等については、台数も伸びておりますので、まあ、ある程度、実現の確からしさはあるというふうに考えています。で、地域別の売上の見通しですけれども、これは通期としましては、まあ、一応なんとか日本については通期、前期を上回りたいというふうに考えておりますが、海外においては、まあ、欧州はともかくとしましても、北米、中南米、アジアについては、減収がそのまま予定されております。今期の設備投資の状況でありますが、この第2四半期の段階で設備投資は1億5000万、通期では4億を予定しております。減価償却につきましては、この第1四半期3億1000万、通期では6億5000万を予定しております。また、研究開発費につきましては、ここにご覧になっていただきますとおりで、前期に比べますと3億円強増やす23億を予定しておりまして、そのうち約10億が紙機で使ったと、まあ、そういった意味では下期13億、さらに上乗せをして開発、研究開発に努力するというふうに考えています。ではここからは数字の状況といいますよりも、メルコグループ全体のことも、これはなるべく簡単に申し上げます。まあ、このメルコグループとしてのそれぞれの個社の内容についてはほとんど変更はございません。持ち分法適用として、先ほどちょっと触れました島田屋株式会社、また九州にございますデジオン株式会社デジオン、ここが持ち分法適用になっております。これも先ほど申しましたとおり、 BCN のデータ、また GFK のデータを含めまして、主要カテゴリーについては引き続きトップシェアを堅持しております。ではこの先どういうふうにやっていくかということについて、もう少しこれもおさらいをさせていただきます。まあ、私どもホールディングスの新社長を迎えて、これで2年3年になるんですけれども、新社長の構想のもとに、中期ビジネスとしましては私どものネーミングにおけるゲートウェイ 2.0 ということで、ホームネットワークイノベーション、データストレージオプティマイゼーション、パブリックゲートウェイソリューションという3つの軸で、事業を展開していきたいと思っております。まあ、基本的にはやはりネットワークのテクノロジーというのが基本になってまいりますし、これを大事にして、まあ、現在進みつつある、まあ、IoT という概念について、我々も積極的に関与をして、事業を展開してまいりたいと思っています。まあ、結局 IoT に関してはなんだかんだと言いましても、基本コアになるのはネットワークということになります。結ぶ技術というものが一番重要になりますので、すでに私どもの、アクセスポイントにつきましては、ご家庭に導入されている世帯が、まあ、仮に100とすると、そのうち50、60は私どもの製品を使っていただいておりますので、まあ、そういった私どもの、製品を軸にして、ご家庭においても、IoT の利便性を実現できるような、そういったソリューションを全体として展開していきたいと考えております。まあ、これもご案内しましたとおり、今年コーポレートステートメントをパソコン、インターネット、デジタルライフからつなぐ技術であなたに喜びをということで変更をさせていただいております。以上がこの第二四半期の概要および今後の事業展開についてのご説明でございます。ご清聴ありがとうございました。